オーストラリアンモーターインダストリーズはかつてオーストラリアに存在した自動車組み立て会社である。網の起源は1926年に JF クロスビーがエクリプスモーターズ対リミテッド・オーブ・メルボルに出資を決定したことに遡る。1929年同社はビクトリア州におけるスタンダードモーターカンパニーの代理店となり、社名を タルボットスタンダードモーターズに改名し、1930年代はスタンダード車の販売などで安定した経営を図る。1952年にクロスビーファミリーはイングランドのスタンダードモーターカンパニーと協力を図り、スタンダードモータープロダクツリミテッドという持ち株会社を設立し、ポートメルボルンに開設した新工場で自動車の組み立てを始めた。 なお1920年代前半から地元のボディ制作産業の成長を妨げないように輸入者には関税が課せられておりその税率は現地生産部品の使用割合によって異なっていたその後主要なメーカーは力をつけ弱小のボディ制作会社は淘汰されたポートメルボルンの組み立て工場は迫り来る戦争需要に応えるために設立された新工場の一つで 1955年までに敷地は33エーカーに広がり、新しいエンジン組み立て工場には8時間シフトあたりで100台のエンジン生産規模があった。1958年同社はダイムラーベンツとオーストラリアにおけるメルセデスベンツ社の組み立て及び販売についての協定を結び、社名をオーストラリアンモーターインダストリーズと改め、新しい子会社が メルセデスベンツのフランチャイズを形成することとなった。また、アミは、スタンダードモーターカンパニーとの長年の提携により、別の子会社を通して、トライアンフ社のためのフランチャイズ保持と、ファーガソントラクターの組み立ても行っており、ニューサウスウェールズ州やビクトリア州の郊外では、ファーガソントラクターとスタンダードバンガードなどが、隣同士で並んで販売されているディーラーもあった。ありがとうございます。